バイノバルデマール・アルトネンは、フィンランドの美術家、彫刻家。チェンバーズ人名辞典は彼を、フィンランドの優れた彫刻家の一人であると形容した。アルトネンは、フィンランドのカリナイネン村で、仕立て屋の息子として生まれた。子供の頃から老舎者だったが、美術に興味を持ち、1910年から1915年まで、トゥルク絵画学校で美術を学んだ。 トゥルク絵画学校では主に絵画を学び、彫刻家としての技芸は独学だった。大理石の加工技術は、親戚のアーアーレアールトネンと共に、またヒルベンサロジまで石膏の学徒として働いた時に、勉強した。彫刻家のフェリクス・ニールンドが、トゥルク絵画学校で一学期代理教師を務めたが、彼の作品は若いアールトネンに、多くの霊感を与えた。1923年、 アールトネムはイタリアへ旅行した。彼はこの旅行でキュビズムと未来派を知り、後の絵画作品でその傾向が現れた。第一次世界大戦の戦火が広がる最中、アールトネムは戦争記念碑を作った。彼はすぐに民族主義者にフィン人の模範として称賛され、1927年にはストックホルムで展覧会が開かれた。彼の彫刻は、 民族主義的であり、フィンランド国民の共像や記念碑を作ることで知られる。一例としては1925年に作ったヘルシンキ競技場で飾られたパーボぬるみの像があり、別の例としては1928年に作ったジャンシベリウスの共像がある。この2作品はアールト年の多くの作品と同じく銅像であったが、彼は石像やガラス像も作った。 主に写実主義の影響が見られるが、キュビズムによる影響もある。アールトネンは20世紀初期における、自家りの先駆者であった。フィンランドの新しい国会議事堂が建てられた時、建築家のヨハン・シグフリドシレンは、アールトネンから直接彫刻を購入することを望んだが、結局公開コンペが行われ、やはりアールトネンの労働と未来が勝利した。 アールトネンが1932年に完成した金箔を着せた石膏像は彼の死後に銅像に作り替えられた。1966年ヘルシンキで死去した。アールトネンの作品の多くはトゥルクにあるバイのアールトネン美術館の常設展で展示されている。アールトネンは4度結婚した。彼は1920年に 歌手の愛のピエティライネンと、1931年に、女優のエルサランタライネンと、1942年に、歌唱のエルビ・ヘルテル、エルビ・ハーテルと、1961年に、医者のエリサベト・マーシクと結婚した。一人息子のマッティ・アールトネンは、建築家になり、トゥルクのバイノアールトネン美術館などを設計した。1982年に発行された。 フィンランド議会75周年の記念日ってアールトネンは1940年に教授の称号を与えられ、スオメンアカテミアの会員を1948年から1964年まで務めた。1941年にルンド大学に名誉教授に、1950年にヘルシンキ大学の名誉教授に任ぜられ、1958年に、 ソビエト美術アカデミーの名誉会員になった。1947年、スウェーデン王家からプリンスエウシェン勲章を授与された。トゥルクのヒルベンサロ島では、アールトネンにちなんで名付けられた学校と海浜公園がある。アールトネンによるパーボヌルミ競争像の隣に立つ、アールトネンとヌルミ。1930年代の写真。フィンランド国立劇場にあるアレクシスキビゾー。 2005年撮影ありがとうございます。